今日は晴れていてとっても気持ちがいいです。絶好のサイクリング日和です。今回は2月1日から始まった片鉄ロマン街道サイクルスタンプラリーに参加しようと和気町にやってきました。今回ご案内いただく和気町役場の久井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和気町役場で片鉄ロマン街道の PR をしています久井と申します。今日は1日よろしくお願いします。よろしくお願いします。自転車初心者なんですけども大丈夫でしょうか？そうですね、片鉄ロマン街道は初心者の方でも楽しんでいただけるコースとなってますんで全然大丈夫です。自転車今日持ってきてないんですけども。あ、大丈夫です。和気町ではレンタサイクルを各所で行っていますんで、ここ宇外谷温泉でもレンタサイクルができます。今日は早速自転車借りて一日楽しんでいきましょう。行きましょう行きましょう。全長 34.2 キロの片鉄ロマン街道、今回2人が走るのは和気宇外谷温泉から備前福田駅までの片道およそ15キロの初心者コース。そして宇外谷温泉ってレンタルできる今回の相棒がこちら、トレックのクロスバイク。宇外谷温泉の受付で簡単に借りることができますよ。レンタサイクルされた後また温泉の方ごゆっくりお楽しみください。一汗かいた後の温泉、頑張れそうですね。うん、レッツゴー。行きましょう。おすごく走りやすいですね。気持ちいいですね。この片鉄ロマン街道、結構利用されてる方多いですか？まあ、やっぱり自転車が趣味な方が、昔ながらの駅舎とかインスタ映えスポットとかも結構あるんで来られる方多いですね。まあ、特に春とかは桜が咲いてたら、とても綺麗にインスタ映えな写真が撮れるので、やっぱり人気です。少し先だったら、ね、ちょっと早いですけどね。今日折々のなんかこう風景だったり景色も楽しめそうですね。そうですね、まあ、綺麗な道なので走りやすいっていうのと、自然豊かな景色を見ながら走れるっていうのが最高なところですね。私たちがこう走ってる道、ここかつて列車走ってたんですよね。まあ、片鉄が実際走ってたんで、電車好きの方とかも結構来られて、片鉄のトンネルとかもまだ残ってるので、それを感じながら走ることもできるので、結構好きな人は多いですね。へえ、ここ車が通らないからいいですね。それもサイクリストからは好まれてますね。小さいお子さんおられても楽しめれると思います。あ、千上さん、はい、見てください、昔ながらの片鉄の名残の信号機がこちらにありますね。本当だ。へえ、ところどころ、あ、これいいですね。こちらがインスタ映えスポットにもなっている旧天瀬駅ですね。うわー、すごい、プラットホームまで。そうですね、インスタ映えスポットですね。いや、雰囲気があって可愛くてね、ノスタルジックですね。本当そうだよね。こちらが旧片上鉄道の天瀬駅でチェックポイントの一つになってます。もうそのまま残ってるんですね。そうですね。いや、なんかこうどこかね、その趣を感じますね。こちらの伝言板、結構皆さん楽しんでますね、メッセージ読むと。ここは人気の伝言板になってますんで、皆さん来られたら一言記念に書いて帰られますね。ここ2月5日のね、メッセージなんて、初自転車旅です、今日はいいお天気とね書いてあって、まあ、皆さんのね、こう思い思いのメッセージここ読めるのもまたいいですね。そうですね、こういうのを見るのもね、いい思い出ですね。そして忘れてはいけないのがスタンプです。はい、確かに RSK アプリを起動させて、片鉄ロマン街道スタンプラリーのスポット一覧見つけて、うん、天瀬駅に来たのでこちらタップします、うん、出てきました。じゃあスタンプを押してスタンプ獲得になりました。取得できました。そしてチェックポイントと自転車で記念撮影。改めまして、皆さんにその片鉄ロマン街道どんなところか、ちょっと地図ご覧ください。こちらね、かつての備前市の片上駅からですね、柳原駅、ずっとね、今三崎町になってますけど、ずっとこう柳原駅まで 34.2 キロのですね、
鉄道になってました、はい、でここが、まあ、1991年に廃線になった後ですね、自転車道として再整備されたのがこの片鉄ロマン街道ということになります、はい、で現在ですねここでサイクルスタンプラリーが行われているというわけでございまして、まずですね、スマホがあれば誰でも簡単に参加可能、スマートフォンで RSK アプリダウンロードしてください。それからトップメニューのお楽しみから、スタンプラリーを選択しまして、一覧からですね片鉄ロマン街道サイクルスタンプラリーを選択して、参加登録してください。でサイクリングに出発します。でチェックポイントに到着したら、スポット一覧というところからですね該当する場所を選択してスタンプを押すをタップするとスタンプがゲットできます、うん、そして各コースの応募に必要な記念写真を撮ってください。でスタンプが集まりましたらスタンプカードを表示というところから獲得した得点を選択します。で記念写真を1枚添付していただいてプレゼントに応募することができます。スタンプの取得数に応じましてですね、備前市、和気町、赤岩市、三崎町にゆかりのある商品に応募することができます。でチェックポイントは全部で15箇所ありますということでございましてね、ご覧のチェックポイントでぜひね、スタンプゲットしてください。では、今回ね和気町のですね、久井さんとね千上アナウンサーの自転車旅後半です。どうぞ。じゃあ続いてのね、はい、チェックポイントを目指していきましょうか、はい、行きましょう。でもこうやってこう昔の名残が片鉄ロマン街道を見られるのはすごく楽しいですね。歴史感じながら走れるっていうのも魅力の一つですね。こんにちは。結構皆さん走ってますね。そうですね。おお、トンネル、わあ、結構狭い、まあ、でもなかなか普段こうやってトンネル自転車でね。そうですね、鉄道のトンネルを通ることはめったにないですね。ないですね。おお、いやー、いいね、眺めですね。でもね、ちょっと寒そうですけど、うん、でもね、気持ちよさそうですよね。いや、ほんとね。ここは春になるとすごい桜並木が綺麗で、うん、自転車乗りながらすごい感動を味わえますね、うん、いや素敵な景色ですね。上りもありますけど、比較的走りやすいですね。舗装されとるのが一番いいですね、走りやすいですね、うん、サイクリストに優しいロマン街道ですね、本当に。なかなかこの車道を上から見るっていうのもないんで。確かに。もうちょっとで磨き駅ですね。やっと目標に近づいてきましたか、はい、あ、見えてきましたね。ちょっとね、はい、磨き駅。本当だ、磨き駅って書いてますね、はい、到着しました。また桜と駅舎っていうのがいいんでしょうね、はい、きっと。この駅舎と桜、桜の時期はこんな感じで楽しめます。わー、素敵、うん、あ、いい感じです。いや、こうやってね、フォト スポットがね、盛りだくさんっていうのもね、うん、いいですね。スタンプ押します。はい、取得ができました、うん、次はチェックポイントの備前福田駅を目指します。今回は備前福田で折り返しをしようと思ってますんで頑張りましょう。はい、行きましょうか。はい、こちらのコースね、緩やかな起伏ありますけども、道は整備されていますから安全で走りやすそうですよ、はい、実際走りやすいです、うん、とっても。あの橋が見えてきたんで、はい、備前福田駅までもう少しラストスパート頑張りましょう。はい、わかりました。あと少しはね、うん、頑張れあ、橋もね。備前福田駅に到着しました。いやー、ゴールできました。よかった。片道およそ15キロ、2人ともお疲れ様でした。お疲れ様です。こちらもね、チェックポイントなのでスタンプをゲットします。ゲット、大ゲット。備前福田駅にはこんなものも。となるとやはりこうですね。そうですね、絶対こうしちゃう、はい、うん、いいの取れましたね。そして2人は備前福田駅の目の前にあるお好み焼き喜楽で腹ごしらえ。おお、
ちらの喜楽おすすめなんですか？ね、モダン焼きです。米粉でやってるからふわっとしてるんです。地元のお米で作った米粉を使ったモダン焼きがこちら。うわー、ボリューム美味しそうやね。熱々のモダン焼き美味しそうですね。すごいボリュームありますね。ありますね。美味しそう。おお、分厚い。じゃあいただきましょうか。食べますか。いただきます。うん、ふわふわ生地が美味しい。美味しいですね。美味しいですよね。本当疲れた体にもうこのモダン焼きはいいですね。染みます。サイクリストにも人気のお好み焼き喜楽、地元野菜なども販売してます。いやー、もうお腹いっぱいになってスタミナがまたこれでつきましたね。もうエネルギー補給ができたんで帰りも頑張っていきましょう。はい、レッツゴー。行きましょう。あとは帰るだけだから頑張ってください。ね、頑張って、はい、頑張りましょう。帰るだけやからね。ロケうがい谷温泉に帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、行って帰っておよそ30キロの道のり、楽しかったですね。はい、楽しかったですね。はい、ありがとうございます。うがい谷温泉もチェックポイントとなってますんで、じゃあ早速スタンプを押します。あれ、スタンプがゲットできないんですか？どういうこと？わけうがい谷温泉と備前の福井堂さんに関しましては、GPS ではなく、こちらの QR コードを読み取っていただいてスタンプが獲得できるようになってます。あ、QR コードを読み込めばいいですね。わ、はい、かりました。じゃあQR コードを読み取って無事に4個目のスタンプをゲットした。あとは自転車乗って冷や汗で書いた後の温泉は最高。気持ちいい。いやー、楽しいところ ね、 ねフォトスポットもあって本当に素敵な景色を見ながらって、ね、絶対気持ちいいですよ ね、 ね、駅舎がそのまま残ってるって、ああいう雰囲気もいいですね。駅舎残ってるんですよね。じゃあ改めてこの地図でね、うん、紹介しますが、今回ねお二人が巡ったのはですね、このわけのおなじみね、うがい谷温泉から、はい、てってかてってかてっ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 てということで、この備前福田駅まで行きました。この往復15キロというね、まあ初心者の方でも行けるぐらいの距離でございました。でですね、はい、ここで皆さんにお知らせなんですけども、はい、先ほどちょっと出てきましたが福井堂さん、はい、ね、おなじみ備前の福井堂さん、こちらでですね、アプリをアプリのスタンプカードを提示していただいた方には福井堂一押しの人気商品ワッフル2割引きのサービスがあるということでございます。それから三崎町のね、柳原ふれあい鉱山公園、こちらもですね見どころ満載でございます。建物の中にね、まあ、昭和のですね、この柳原の町が賑やかだった頃、どんな暮らしがしていたかっていうようなものがですね、見ることができる展示スペースがあります。とっても楽しいところなのでね、また行ってみてください。そして片鉄ロマン街道サイクルスタンプラリーの商品は備前市、それから和気町、赤岩市、三崎町ゆかりのこちらの商品でございます。で、今回のサイクリングで千上さんがスタンプ4個獲得でしたから、4ポイントコースに応募可能で、あと8ポイントコースと15個獲得のコンプリートコース、商品が豪華になっていきますね。まだ時間あります。まあ、ここもですね目指して行ってください。あとファミリーで参加して写真撮ったら4ポイントから応募できるファミリーコースというのもありますのでね、皆さんぜひ片鉄ロマン街道、本当にね、そんなに急な坂とかございませんから、そんな感じでしたね。ぜひ景色楽しみながらね、サイクリングやってみてください。以上でございます。